皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日も早速セレッソの試合を振り返っていくよ。今日は13節のグランパス戦から、と言いたいところなんだが、諸事情あってグランパス戦は見れていないんだ。ついに試合を見逃したのね。どうしても時間がなかったんだ。まあそんなこともあるよ。軽く振り返っておくと試合は0対1で敗戦。前半6分、いきなり先制を許すと、その後は攻め込むもグランパス守備陣を崩せず、後半は清武をボランチ起用するなど、前線の人数を増やして攻勢をかけたセレッソ。猛攻も実らず、そのまま敗戦。今季初の連勝を目指したセレッソだったが、またしても連勝はならず、一方のグランパスは6試合ぶりの勝利となった。ボールはもつけど崩しきれずって試合だったわ。トピックとしてはキム・ジンヨンだな。前節岩田戦で負った肩の負傷と、脳震盪。脳震盪からの復帰プログラムもきっちりと消化し、肩も癒えたようで、この試合で驚きのスタメン起用となった。でも本当に万全だったのかしら。失点の場面、いつものジンヨンなら止めた気がするわ。体の近くへのシュートって意外と止めにくいものだぜ。それに最近のセレッソって、負傷者の見切り発射とか多いじゃない。言いたいことはわからなくもないな。見ている側としては、しっかり休んで万全の状態を取り戻してから、チームに戻ってきてほしいわ。でも失点の場面以外は全く問題なさそうだったし、大丈夫だと思うぜ。以上でグランパス戦の振り返りは終わりだ。あっさりしているわね。続いて第14節、大阪ダービーだ。最も負けられない相手よ。今季ここまでルヴァンカップではすでに2度対戦。戦績はセレッソの1勝1分け。まずは2月にガンバのホームで行われた試合は、セレッソが主導権を握り、勢いそのままに2点を先取。しかしガンバは後半、主力を投入し立て直しを図ると、立て続けにゴールを奪い2対2の同点に持ち込む。その後、ガンバの勢いに陰りが見え始めた頃、セレッソは途中投入の荒井春樹の折り返しから中原が決勝弾を決め、3対2でセレッソの勝利となった。ジェットコースターのような忙しい試合だったわ。続いて4月にセレッソのホームで行われた試合。この試合はセレッソは引き分けでも突破が決まることから、あまり無理はせずに試合を進めていたように思う。もちろんガンバには負けたくないけど、あくまでも目標はグループリーグ突破だもんね。両チーム決定機を迎えるものの決めきるには至らず、56回目にして大阪ダービー初のスコアレスドローとなった。55回連続で必ず得点が入っていたことの方がすごいわ。この試合は結果こそ引き分けだったが、この引き分けでセレッソはグループリーグ突破が決定。反対に、ガンバは敗退が決定した。つまり、実質セレッソの勝ちみたいなものよね。勝ちかどうかはわからないが、引き分けでも OK の姿勢だったことは間違いない。というわけで、リーグ戦は今季初だが、カップ戦を合わせると今季3回目となる大阪ダービー。今回は試合前に異例とも言えるメッセージが両チームより発せられた。内容は、フェアでクリーンな試合にしようというもの。大阪ダービーはここ数回、いやずっと昔からトラブル続きなんだ。トラブル続きって言っても、発端はいつもガンバサポーターじゃない。まあそうなんだけどな。もう一度両チームのサポーターともに気をつけようぜってことだ。スタメンはご覧の通り。セレッソは直前に西尾が離脱しちゃったのよね。その代わりに鳥海が第4節以来のスタメンだな。主力が怪我しても、鳥海が控えてくれているのは嬉しいわね。そしてアダム・タガートは今季リーグ戦初スタメンだ。ようやく上がってきたわね。ここまでなかなかフォワードが固定できていないセレッソ。早く軸となる選手に出てきてほしいものだ。タガートは昨季に続いて怪我もあり、苦戦しているわよね。でもフォワードの外国人選手ってきっかけ一つで変わることもあるし、まだまだ期待しているわ。対するガンバだが、こちらは台所事情が苦しい。宇佐美、倉田、福田、東口ら怪我人が相次いでいることに加えて、この試合の直前、トップチームで複数のコロナ陽性者が発覚。選手の名前こそ発表されていないものの、おそらくこの試合も欠場したパトリック、斉藤美月などが該当すると思われる。どうせならお互いにベストメンバーが良かったわ。試合は開始直後からセレッソがガンバ陣内へ攻め込んでいく。セレッソの出足が鋭かったわよね。セカンドボールもたくさん回収できていたし。確かにな。もしかしたらガンバは主力不在が大きく影響していたのかもしれない。ガンバは試合前の予想では 3-4-2-1 のシステムと予想されていたが、守備陣には 4-4-2 のような形になることも多かった。セレッソは3バック化などで陣形を変化させることはなく、最終ラインと相手の前線は数的同数。しかしどうしてもレアンドロ・ペレイラはそれほど守備で頑張る選手ではなく、対面のヨミッチがドリブルで運んで相手の最前線を突破、右サイドから攻撃を組み立てていく。松田陸とマイクマのコンビも息が合ってきた気がするわ。ガンバとして困ったのは、これで左サイドの中村二郎がどうしても疲弊してしまう。
ということで前半の10分か15分頃、いきなり配置を変更。より走れる山見を左サイドへ、中村を前線へと移す。しかし根本的な解決とはならず、セレッソが押し込む展開が続く。ずっと攻めていて楽しかったわ。今度はセレッソの左サイド、ガンバの右サイド。こちらは鳥海が左のセンターバックに入ったこともあり、右サイドほどスムーズな攻撃とはいかなかった。ならばと山中は最初から高い位置に陣取り、ボールが来るのを待った。片野坂監督はこれが気になったのだろうが、柳沢に山中を見させて、5バック気味に守ることを選択した。細かな修正を次々に加えてくるのはさすが片野坂監督だ。でもあんまり流れは変わらなったよね。そうなんだ。なんとか修正しようとしているのは伝わってきたんだが、あまり効果が出ているようには見えなかった。ガンバはこの試合、ベンチワークよりも、選手個々のパフォーマンス自体に問題があったと思う。これだけ主力が欠けたら仕方ないわね。セレッソは次々に決定機を作り出すも、得点は奪えない。すると前半33分、意外な形から先制点を許してしまう。ビルドアップの場面、特にプレッシャーもなかったにもかかわらず、原川が痛恨のパスミス。これをレアンドロ・ペレイラ拾って、ドリブルで運びクロス。ファーサイドで山見が合わせ、陣論も弾ききれずにガンバが先制。したと思いきや、ジャッジはなんとノーゴールの判定。セレブレーションを仕掛けていたガンバ選手をよそに、セレッソのカウンター発動。が、清武のシュートは惜しくも外れてしまった。そして、このプレーが途切れたタイミングで主審が VAR との更新をし始めた。スタジアムの雰囲気が異様だったわ。ピッチ上ではガンバの選手たちが激しく抗議し、スタンドではガンバのサポーターが声を荒げて怒っていた。声出しちゃダメなんだけどね。その後、VAR の介入で、山見のゴールが認められ、先制点はガンバに入った。いろいろあったけど、きっかけはセレッソのミスよね。せっかく攻め込んでいたのに、もったいないわ。確かに試合の流れを考えると、もったいなさすぎる失点だった。ガンバはこれまでほとんど攻撃らしい攻撃をできていなかったからな。押し込まれ、弾き返すもセレッソがセカンドを回収し、再びセレッソの攻撃を受ける展開だった。でも、流れが良かったからこそ、先制されても逆転できるんじゃないかと信じることもできたわ。ハーフタイム、小菊監督も前半のサッカーを続けることを選手たちに伝え、後半もまたセレッソが攻める展開となる。必ず追いつけるわ。やはり攻撃の起点となるのは右サイド。ヨミッチがレアンドロ・ペレイラを剥がし、ドリブルで持ち上がったところから攻撃が始まる。後半12分、セレッソ陣内でガンバがフリーキックを獲得。山見が蹴ったボールは味方に合わず、ゴールラインを割ってしまう。すると、このセレッソのゴールキックからカウンターが発動。ガンバの選手が戻る前にセレッソの選手たちが一斉に走り出し、陣論から松田陸、松田陸から清武、そして清武から奥野へ絶妙なスルーパス。奥野はシュートまで持ち込めなかったものの、こぼれ球を拾ったタガートが冷静に決め切り、同点に追いついた。タガート、あなたのゴールを待っていたわ。これはかなり綺麗なゴールだったと思う。最後は三浦のクリアボールがたまたまタガートに渡ったが、そこに至るまでの流れは完璧だった。間髪入れず走った選手たちと、陣論の素早い判断。本当に見事な展開だった。ここから一気に行くわよ。今度は後半21分、左サイドを駆け上がった山中へボールを展開すると、山中が中央で待つタガートへクロス。タガートへはわずかに合わなかったものの、その後ろに走り込んできた奥野が頭で合わせ、逆転に成功した。あっという間の逆転劇ね。1点目は最前線へ駆け上がりスルーパスで抜け出し、2点目はクロスをエリア内で頭で合わせた奥野。勘違いしてはいけないが、彼はボランチの選手だ。運動量がすごすぎるのよ。まさにピッチに何人もいるっていう状態だわ。後がなくなったガンバは藤原、ウェリントン・シウバを投入。セレッソは鳥海が足を痛めてしまい、船木との交代を余儀なくされるも、今日の試合はその程度で流れが変わることもなかった。相変わらずセレッソが攻めて、対するガンバは全くいいところがなかったわね。もともと、今季は片野坂監督のやりたいことと、今ガンバにいる選手たちができることの乖離はあったと思う。この試合はそれに加えて、多数の主力欠場。ガンバに、この試合を勝利する力はなかったと思う。私も見てて負ける気がしなかったわ。セレッソはその後、パトリッキ、タガート、清武に変えて、ダメだと来たの、加藤を投入。疲れの見える選手を入れ替え、リードを守りにかかる。すると後半44分、衝撃の光景が繰り広げられる。この試合で最も注目を集めた場面じゃないかしら。セレッソがクリアしたボールがタッチラインを割り、ガンバのスローイン。スローワーの表示はビハインドということもあって、素早くリスタートを切ろうとする。しかし、味方がなかなかスローインを受けに来ず、庄司はボールを叩きつけて激怒。
ビハインドなのにどうして早く受けに来てくれないんだというジェスチャーで、激しく怒りをあらわにしてしまった。すると、これに対して味方であるはずのレアンドロ・ペレイラがブチギレ、障子に激しく詰め寄り、ガンバの選手が慌てて止めに入る事態となった。レアンドロ・ペレイラの切れ方がすごかったわ。試合中一度も見せなかったようなスプリントで障子の元へ駆け寄ったわね。1点ビハインドの後半44分に、なんとも無駄な時間の使い方をしてしまい、それだけでなく、試合中に仲間割れという前代未聞の事件を引き起こしたガンバ。この試合はずっとうまくいっていなかったし、そのフラストレーションがここで爆発したんだと思う。片野坂監督もお互いに勝ちたい思いがぶつかったんだと、擁護はしていたけどね。なんとか落ち着かせて試合は再開。後半48分、ガンバはフリーキックを獲得し、中央へボールを送るが弾き返される。こぼれ球を拾ったマイクマがドリブルを開始すると、またしてもセレッソのカウンターが発動。マイクマから、右サイドを全速力で駆け上がった奥野へ。完全に抜け出した奥野は、時間稼ぎではなくシュートを選択。一森のニアサイドをぶち抜き、決定的な3点目が入った。まさにダメ押しの得点だったわ。このまま試合は終了。セレッソが3対1で完勝となったぜ。先制を許した場面以外は危ないシーンもなかったし、文字通りの完勝だったわね。セレッソはこれで、リーグ戦に関しては2019年からのダービー無敗を継続。カップ戦を含めると、ダービーはここ10試合で6勝3分け1敗。通算成績では依然として大きく負け越しているので、オールドファンからすると、ダービーは嫌な思い出の方が多いんだが、ここ数年は、苦手意識が完全に払拭されているよな。昔のダービーの話はやめておきましょう。それにしてもここ最近は、相性がいいわね。セレッソが近年好調だったことも大きいが、ガンバも、3冠を達成していこう、少し停滞気味なのもある。ただ、ダービーというのは、通算成績とかそんなものは一切関係なくて、お互いに、何があっても決して負けられない戦いだ。そうね。ダービーの勝利はやっぱり格別だわ。一方で敗れたガンバ。試合中はピッチ内で選手たちが荒れていたが、試合後はスタンドも大荒れだった。挨拶をするキャプテン三浦にサポーターが詰め寄ると、ここでも一触即発の事態となり、周りのサポーターや警備員が制止していた。負けられない戦いだからこそ、負けるとこうなるのよね。その後方からはスタンドからゴミ袋のようなものが投げ入れられたり、太鼓のバチを投げ、それが他のサポーターに当たってしまいトラブルになるなど、とにかく試合後のガンバゴール裏の荒れ方は半端なものではなかった。桜満開の裏でダイブイングも聞こえたしね。試合前、両チームから声明が出されたにもかかわらずこのありさま。さすがにガンバフロントからは、関係するサポーターグループに対して、無期限の入場禁止という厳罰が下された。厳罰といっても過去に似たようなこと何度もあったじゃない。熱いことは否定しないわ。むしろ、ガンバサポーターのあの熱量がダービーをもっと熱くしているんだし。でも、ルールを破ったり、選手に詰め寄ったり、物を投げたりするのは、熱いこととは関係ないわ。ただのルール違反だもの。その通りだぜ。少し後味の悪さも残ったが、試合結果は完勝だ。ダービー勝利を喜ぼうぜ。そうね。セレッソ側からすれば、文句のつけようがない試合だったしね。ダービーだけの振り返りで長くなってしまったから、続きは次の動画にしようと思うぜ。もう少しでシーズンも折り返しね。そうだな。なんだか早く感じるぜ。まだ5月だもんね。今年は11月からワールドカップが始まる関係で、シーズンは少し駆け足気味だ。ダービーの直後はミッドウィークにレッズ戦、週末にはベルマーレ戦が控えている。ダービー勝利を弾みに、一気に駆け抜けたいわね。では一旦締めるとするぜ。ご視聴ありがとうございました。